はい、皆さんこんにちは、ブラザー610です。今回の動画は新企画の発表でございます。新企画はこちら、ドン。皆さんこちらご存知でしょうか？こちらは道の駅スタンプブックになります。これ何なのかというと、日本各地域にある道路施設道の駅でスタンプ集めのイベントをやっていて、このスタンプブックはそのイベント用の冊子になります。この道の駅スタンプラリーは全国9ブロックに分かれて開催されています。北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄、この各ブロックのスタンプラリーを完走すると認定証がもらえます。で、その9つのブロック全ての認定証を集めると全国制覇者として表彰されるイベントです。今回新型コロナウイルスの外出自粛が段階的に緩和されて、6月19日以降は全国を対象に県をまたぐ移動の自粛が解除されたこともあり、今回新企画として道の駅スタンプラリーにチャレンジしようと思いました。道の駅は全国1173駅あります。私たちが住んでいる三重県は中部ブロックになって、中部ブロックには134駅あるので、まずその134駅を中心に訪問したいと思います。その道の駅のスタンプを押すだけじゃなくて、その道の駅のおすすめポイントや特徴をお伝えしていきたいと思っています。先ほども言いましたが、外出自粛は解除されましたが、新型コロナウイルスは完全になくなったわけではありませんし、今回の新型コロナウイルスのような恐ろしい感染症は発生する可能性があります。ですので、新企画チャレンジにあたり、国が発表した新しい生活様式や新しい旅のエチケットを実践しながらチャレンジしていきたいと思います。で、この道の駅のスタンプラリー、早速自宅近くにいい道の駅があるので紹介していきたいと思います。その道の駅は三重県南室郡紀宝町にある道の駅紀宝町ウミガメ公園です。以前もこのチャンネルで紹介していて、その様子を交えながら見ていただきたいと思います。それではどうぞ。道の駅紀宝町ウミガメ公園は三重県の最も南に位置する南室郡郡紀宝町にあります。この道の駅はウミガメが産卵にやってくる紀宝町のウミガメ保護啓発活動の拠点となっているウミガメふれあいパークが併設されています。年中無休で営業していて、物産館は11月から2月の間は8時半から18時まで、3月から10月までの間は8時30分から19時まで。ウミガメふれあいパークは9時から18時までとなっています。ウミガメふれあいパークはウミガメを飼育研究しており、本物のウミガメが泳ぐ姿をプールの上からも水中の窓からも観察することができます。他にもクマノナタを泳ぐ海水魚類の水槽や水辺の生き物に触れ合えるタッチングプールもあります。また実際にウミガメに触れ合えるイベント等も開催しています。無料でウミガメが見られるということもあり、休日にはたくさんの観光客が訪れます。館内へはスロープがあるので、車椅子やベビーカーでも安心です。子供たちもウミガメを近くで見られて大興奮、とてもおすすめです。
確かにさ、なんだ？硬いね。でもさ、うん、道の駅スタンプラリーのスタンプはウミガメふれあいパークにもありますし、道の駅ウミガメ公園館にもあります。はい、いかがだったでしょうか。道の駅スタンプラリー企画、記念すべき第1弾は道の駅紀宝町ウミガメ公園でした。この道の駅の特徴は何といっても全国で唯一のウミガメの水族館がある道の駅です。そしてこちらの道の駅の水族館、入場料が無料です。子供はもちろん、お父さんお母さん、みんなが笑顔になる、そんな道の駅でした。今回の動画は以上です。このチャンネルではハイエースの旅やクロスカブでの旅、アウトドア関連の動画をアップしております。チャンネル登録、高評価、コメントなどどしどし待っています。それでは。